こんにちは、井上です。そうですね、今回は関係代名詞と関係副詞について話していきたいと思いますと。まあ、よくある間違いなんで、ちょっと教えてて、ああ、やっぱ多いなと思ったんで話していきますので、まあ、一言で言うと、場所と時間だからって、関係副詞をすぐ選んじゃダメですよっていうことですよね。で、もう一回まあ簡単に復習しておくと、関係代名詞っていうのは、まあ、文字通りにね、名詞の代わりになる、名詞を受けるっていうことですよね。なので、例えばこういう文章が可能ですと。ね、that is the house in which he lived みたいなので、ここで in which っていうのがあって、まあ、それを言い換えるとこういう言い方もありますよね。that is the house which he lived in っていうことなんで、まあ、一応このね、2通りの言い方があって、まあ、なんだ、英語の方だとこう前置詞プラス、あ、だからフランス語とかだとね、あの前置詞プラス、関係代名詞じゃなきゃいけないんだけれど、まあ、英語だとその因が後ろに来る方が普通だと思うんですけれど、こういうのがあって、で、もともとは He lived in the house っていうのが存在しますよと。で、ここではその This is the, that is the house in which he lived っていうのの文章があって、この which っていうのは、the house の代わりをしてますってことですよね。で、これを今のは関係代名詞なんですけれど、まあ、関係副詞使っても書けますよってことですよね。どういうことか。で、それは前置詞プラス名詞を受けますと。ね、that is the house where he lived っていうところで、ここでは in がありませんと。なんでかっていうと、where は he lived in the house の、in the house の代わりをしている。だから副詞っていうのは基本的にはまあ前置詞プラス名詞って考えられるので、ここではね、その he lived in the house の in the house 全体を受けるときっていうのは関係副詞の where が使われるっていうふうに考えるってことですよね。だここで、in があるかないかっていうところを考えなきゃいけないし、それに基づいて、そのね、ま、場所が前が the house だからって言って、単純になんだ、あの関係副詞、場所だから関係副詞だってやっちゃダメですよってこと。まあ、次も同じですよね。時の場合、例えばこういうやつ、I remember the day when we first met っていうところで、この I remember the day when we first met っていうので、ここではもともとね、I remember the day と we first met on the day っていうのは別々にね存在して、その when っていうのは on the day の代わりをする。だからこうやって一つにつなげますよってことですよね。で、さっきも言った通り、関係副詞っていうのは前置詞プラス名詞の代わり。じゃあ逆に今度は、さっきは関係代名詞から関係副詞にしたけど、今度は関係副詞から関係代名詞にするとこうなるってことですよね。I remember the day on which we first met、 または後ろに持ってきて on をね、I remember the day which we first met on っていう言い方もできますと。まあ、だからここではもう一回復習なのはね、関係副詞は前置詞プラス名詞の代わりだと。だから上みたいにね、上の I remember the day when we first met みたいな形で on がないって時は、この場合は on the day 全体の代わりをしている、だから副詞区の代わりをしているから関係副詞が、関係副詞 when が使われるっていうふうに考えると。で、逆に関係代名詞の場合は、I remember the day on which we first met、 また I remember the day which we first met on っていう形で on が残るから、ああ、じゃあこの場合は the day の代わりしかしてないんだなっていうふうに考えて which が使われるってことですよね。で、何度も言うけれど、ポイントはその意味じゃなくて、関係副詞は前置詞プラス名詞の代わりで、関係代名詞は名詞の代わりっていう形で、その何の代わりをしているかっていうことで決まるってことですよね。ということなんで、機械的に場所時間イコール関係副詞としない、まあ、前置詞をチェックしようってことです。そんな感じです。ではでは失礼します。